繊維を肌に直接吹きつけるファインファイバー技術の開発に挑んだのは花王の3人の研究者。これは絶対肌に使えるだろうとは思って、直接吹きつけてしまいっていうような発想になりました。ケア剤を組み合わせることによって肌本来の美しさを引き出すことができるのではないかな。一本の糸から肌の未来へ。悩んでる方とか悩みがある方に対して解決できるかもしれない。ちょっといい毎日を発明しよう。花王。